Shima FM Naoka Utomita Fura Fura フラフラをお聞きの皆さん、パーソナリティのトミーさん、おはようございます。せーの、スピラスピカです。ボーカルのミキハです。ギターの寺西修司です。ベースの増田です。よろしくお願いします。お願いします。今週のブラフラはスピラスピカが担当させていただきますよ。よろしくお願いします。お願いします。まずは朝についてというね、質問いただいておるんですけども、私はね、ボーカルミキハ、私朝結構早起きするタイプで、毎朝起きたらツイートでね、おはようってつぶやくのが日課になっとるんですけども、二人は夜型じゃないですか。そうね、夜型ね。結構夜何しとんだ一体。夜といえばやっぱアニメを見たりとかとかね、やっぱよくアニメを見るやすい時間帯ですし、朝見たらいいじゃないか、早起きしろね、朝の番組ですからね。そうね、絶対起きてくださいね。よろしくお願いしますよ。はい、はい。これでですね、このブラフラは広島県内各地の魅力再発見をテーマにしとるそうなんですけども、スピラスピカまだ広島でライブをやったことがないのよね。ないのよ。なのですが、しかし、しかし、東京から九州の方にライブしに行くときに、私たちはいつも機材車に乗って移動するんですけど、はい、うん、ここで広島県ちょっとお邪魔させてもろって、有名なやつ、あれ武蔵のおむすび食べました。そうあれむちゃくちゃ美味しかったね。美味しかったんだなってでもきっとね、他にももっともっと美味しいものがあるはずなのよ。そうね、じゃそれを確かめにも行きたいのよ ね、 ね、これを確かめに、じゃあライブしに行くんじゃなくってやっぱり広島にはご飯を食べに行くっていう目的でいいですか。いやライブが大事です。そうね、そうなんです。私たちライブがとても大好きなバンドなんですけど、はい、スピラスピカです。8月5日に6枚目のシングルリライズ EP2 をリリースしました。おお、ありがとうございます。この CD は分かりやすく言うとガンダム尽くしの1枚となっておりまして、その通りで、私たちスピラスピカが今担当させてもろとるアニメガンダムビルドダイバーズリライズセカンドシーズンのエンディングテーマが入っとったり、ガンダム名曲カバーにも挑戦しとるんですよね。よ、これでね、ここ書いてくれとって、皆さんにとってのガンダムはどの世代って。おー、これは私はこの担当させてもらったことがきっかけでガンダムの世界に入ったんですよ。うん、二人はどうです。そうね、私バスだと寺西的にはシードかな。そうね、シード世代ですかね。私もね、この担当させてもらってから、こう過去のガンダムをどんどん勉強していくんですけど、まだそこまで追いついてないですね。早く追いつきたいなと思います。ほいでね、まあ、この曲、この CD 入っとう曲も、やっぱこうライブでね、みんなで一緒に歌ったら楽しいよなっていう曲がね、ようけ入っとるんですわ。はい、だけいつか必ず広島にもライブしに行きますので、ほんときは今これを聴いてくれてるあなたですよ。絶対にライブに遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。お願いします。ほいでは週末金曜日です。元気に行きましょう。最後この曲を聴いてください。スピラスピカでフライングインザスカイ。以上、スピラスピカのボーカルミキハとギターの寺西修司とベースの増田でした。バイバーイ。バイバーイ。今朝のブラフラメッセージはスピラスピカの皆さんです。いやー、もうミキハさんね、徳島出身でらっしゃるんですね。方言がすごく可愛くて、ほんと元気印、朝にぴったりのトークと歌声ですね。広島はまだ来られたことないということですから、いつか広島にも元気を届けに来てください。スピラスピカでフライングインザスカイお届けしました。